トーマス・ギブソンはアメリカ合衆国の俳優。身長188センチメートル。3人の子持ち。特技はゴルフ。サウスカロライナ州チャールストンに生まれ、10歳の時に初舞台を経験する。ジュリアード学院で演技を学び、舞台への出演を経て、遥かなる大地へで映画デビューを果たした。5シリーズまで続いたコメディドラマ、二人は最高。 ダーマグレッグのグレッグ役で人気を確立する。シカゴ・ホープなどのドラマ作品のほか、アイズ・ワイド・シャットをはじめとする映画にも出演した。ダーマグレッグでは2エピソードで監督も手掛けている。2005年からスタートした長期シリーズ、クリミナル・マインド・ FBI 行動分析課では、ホッチ役でレギュラーを務めたほか、ダーマグレッグと同様に、エピソードの監督も務めている。 2016年、クリミナルマインド FBI 行動分析課の脚本家と創作上の意見の違いで口論となり、相手を蹴ったことから、謹慎処分を下される。その後、同番組から降板させられたことが、CBS によって発表された。ABCD 海外ドラマ専門チャンネルスーパー、ドラマ TV、クリミナルマインド、特集、クリミナルマインド研究部、 セカンドレポートキャラクター徹底分析スゴーで、プロファイリング集団を逆プロファイルエンタメ。マイナビニュース ABC ニュース、クリミナルマインドシーズン8で、ホッチ役のトーマス・ギブソンが監督に挑戦。海外ドラマナビハットリスティングス、クリミナルマインズオン CBSTHEFUTONCRITIC.com。ありがとうございます。